第四章、一節から十五節こういうわけで、私たちは憐れみを受けた者として、この務めを委ねられているのですから、落胆しません。かえって、卑劣な隠れた行いを捨て、悪賢く歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることにより、神の見前で自分自身を全ての人の良心に委ねます。 私たちの福音に覆いがかかっているとするなら、それは滅びの道をたどる人々に対して覆われているのです。この世の神が信じようとはしないこの人々の心の目をくらまし、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主であるイエス・キリストを述べ伝えています。 私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇から光が輝き出よと命じられた神は私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この波外れて偉大な力が神のものであって 私たちから出たものでないことが明らかになるために。私たちは、四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために。私たちは生きている間、 絶えずイエスのために死にさ,らされています死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために。こうして私たちのうちには死が働き、あなた方のうちには命が働いていることになります。私は信じた。それで私は語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の例を持っているので、私たちも信じ、それだからこそ、 語ってもいます。主イエスを復活させた神が、イエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に見舞いに立たせてくださると、私たちは知っています。すべてこれらのことは、あなた方のためであり、多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて、神に栄光を期すようになるためです。十六節から十八節。 だから、私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちの一時の軽い観難は、比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは、見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、 見えないものは永遠に存続するからです。